皆さん、こんにちは。現地6月21日、男子バレーボールのネーションズリーグ VNL が予選ラウンド第3週フィリピン大会が行われ、すでにパリ五輪の出場権を獲得している世界ランキング4位日本男子代表は、同13位オランダ代表と激突し、セットカウント 3-0、25、18、25、19、25、20のストレート完勝を収め、大会通算成績を7勝3敗としました。また別会場で行われた試合結果により、日本の決勝ラウンド準々決勝進出が決定しました。初戦のカナダ戦はフルセットの接戦の末、まさかの黒星スタートとなってしまった日本でしたが、試合前に世界ランキング4位のブラジルが同9位のカナダに敗れ、ポイントを大きく落としたことで日本が4位に浮上、順位をキープするためにも13位のオランダ相手に今試合では勝利が求められました。試合前にはこれまで主力として出場を続けてきた高橋藍選手が登録を外れ、富田翔馬選手と交代との発表があり、その影響でスタメンはアウトサイドヒッターに石川祐希選手と大塚辰徳選手、オポジットに西田有志選手、ミドルブロッカーに小野寺太志選手と高橋健太郎選手、セッターに関田正弘選手、リベロは小川智弘選手が務めました。まるでホームのような大歓声を浴びる日本は第1セット、先発起用の大塚辰徳選手が初得点を挙げると、サウスポーエースの西田有志選手がライトから強烈な強打を決めると雄たけびを上げ、会場を大きく煽ると、さらに真ん中から高橋健太郎選手が速攻、相手のコースを打ち消すブロックが光り、オランダに得点を与えないまま、サーブで攻め、厳しいボールを全員でつなぐ日本らしいバレーで、先にセットポイントを握ると、途中出場の甲斐優人選手のサービスエースが決まり、日本がまず先制しました。続く第2セットは高橋健太郎選手が、相手エースのニミル選手をブロック、さらに西田有志選手が一人で強打を阻止するなど、11-8でリードしました。この状況にオランダはたまらずタイムアウトで流れを断ち切ろうとしましたが、日本はキャプテンの石川祐希選手がレフトから強烈スパイクを決めて相手に流れを渡さず、7連続得点で点差を広げた日本が有利に試合を進めて、このセットも押し切りました。そして王手をかけた第3セットはオランダに主導権を握られ、日本は5点ビハインドの苦しい展開となりましたが、石川祐希選手がバックアタックで流れを引き戻すと、オポジットの西田有志選手がチームを鼓舞するかのような弾丸スパイクを叩き込むと、西田有志選手の勢いは止まらず、変幻自在のサービスエースが3本連続で決まるなど、日本がついに逆転に成功しました。相手にリードを奪われる展開から見事な修正力を見せて、オランダをストレートで決勝ラウンド進出を決めました。そんなオランダにとっては、すでにパリ五輪の出場権を得ている日本とは対照的に、今試合がラストチャンスと位置づけられる正念場の一戦でした。出場枠は実質残り1つで、世界ランキング慈悲のセルビアと11位のキューバが俄然有利な立場で、両国とのポイント差は40から50点近くあり、追い上げたいオランダとしては日本戦に勝ってビッグポイントをつかんだ上で、両国の黒星からポイントロスを期待するしかない状況でした。しかし今回のストレート負けによって、その夢はほぼついえてしまいました。またこの試合についてはオランダメディアも触れており、オランダの全国紙テレグラーフは、世界トップレベルの日本を相手に果敢に挑んだが、オランダは完敗を喫してポイントを伸ばせなかった、もはや五輪出場は絶望的だ。第3セットは途中11-6と大きくリードしたが、そこから結局日本に圧倒された、力の差は歴然だったというほかないと称賛しました。オランダ代表の主力の一人であるミッチー・アヒ選手は、自分たちが望んだ結果にならなくて悔しい、でもこれからの数年のために今回の苦い経験から学ぶべきことは多いと感じる、しっかり前を向かなければいけないと気丈に語り、続けて、第3セットは正直チャンスだと思ったんだけどね、あっという間にひっくり返されてしまってすごく残念だった、
彼らが世界のトップチームである理由がよくわかったよ。強いわけだと日本の勝負強さにも言及し、賛辞を惜しみませんでした。またこの一戦でサウスポーエースの西田有志選手やキャプテンの石川祐希選手とともに存在感を見せたのが202センチのミドルブロッカー高橋健太郎選手。中央からの速攻に加え、相手のコースを打ち消すブロックが光り、日本に流れをもたらしました。そんな高橋健太郎選手は試合後、相手の動きはしっかり見えていたので、僕がこう打ったら相手のミドルがここに手を出してくるだろうなと頭に入っていた、セッターの関田さんと話しながら、すり合わせてできたのが良かったと自身のプレーを振り返ると、カナダ戦に敗れてプレッシャーのかかる状況となったかという問いについては、そういうふうに言われていたが、自分たちのやってきたことを出すだけだった。そういう中で日本やフィリピンのお客さん、バレーボールファンの皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいなという思いで入れましたと語りました。さらにファイナルラウンド進出が決まったことについては、オリンピックに向けて自分たちが成長できるチャンスがつかめたのは本当に嬉しいことなので、ミドルブロッカー4人含めてみんなで切磋琢磨していきたいと、さらなる成長を誓う一方、チーム全員で去年より良い色を取るというのが意識統一されているので、今年のチームは強いと思うと2年連続の表彰台とともに昨年の銅メダルを超える成績を見据えていました。そして試合後、 SNS 上では、決勝ラウンド進出おめでとう、うー男子バレー強い、第3セットがすごすぎてめっちゃテンション上がった、これが日本のバレーだみたいなのが詰まった勝利、男子バレー見たら元気出てきた、ずっと見てたい、終始みんないい顔してたね。序盤にリードしていてもあっという間に追いつき逆転してしまうのが強さだと感じる、気迫がすごかったなど歓喜のコメントであふれました。いかがでしたでしょうか。地元フィリピンの熱烈な応援をもらい、1勝1敗のタイに戻した日本男子代表は22日に東京五輪金メダルで世界ランキング7位のフランスと対戦します。日本はパリ五輪の組み合わせで強豪との早期対戦を回避するためにも、残る試合で確実にポイントを積み上げ、抽選会の第2ポットまでに入る世界ランキング5位以内で予選を終えたいところです。今後の日本男子代表の活躍からも目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。